はい、一般社団法人コンクリートメンテナンス協会でございます。当協会からは亜硝酸リチウムを用いたコンクリート補修技術と題しまして、プレゼンテーションをさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。当協会でございますけれども、こちらのようなコンクリート構造物の補修補強に関するフォーラムというものを、毎年開催してございます。維持管理に関する最新技術、最新動向、そういったものを、広く全国の皆様に、お知らせするというような技術講習会でございます。今年も開催中でございます。それでは本題に入ります。亜硝酸リチウムですね。まずは材料のお話です。亜硝酸リチウムというのは、こちらの写真にあるような一斗缶に入った水溶液の状態、このような似姿をしたコンクリートの補修材料でございます。この亜硝酸リチウム、これは 40% の水溶液という形ですけれども、この中に亜硝酸イオン NO2-、そしてリチウムイオン Li+、この2つのイオンが含まれております。この2つのイオンがコンクリートの補修に対して非常に有効な働きをしてくれるということでございます。まずはこの亜硝酸イオン NO2、 こちらは不動体被膜の再生というメカニズムを持っております。不動体被膜、これは鉄筋が錆から守られているという酸化被膜ですね。この不動体被膜が健全なうちは鉄筋は錆びにくいということなんですけれども、これが塩害ですとか中性化で破壊されて、そこから鉄筋が腐食するというメカニズムになります。その破壊された不動体被膜を再生修復してくれるというのがこの亜硝酸イオンの役割です。つまり鉄筋腐食の抑制剤、鉄筋の防制剤という役割を担うということになります。そしてもう一つのリチウムイオン、これはアルカリシリカゲルを非膨張化するというメカニズムを持っております。アルカリシリカゲルができて、それが吸水膨張反応を起こす、これがアルカリシリカ反応 ASR の正体でございます。そのゲルの膨張性そのものをなくしてくれるというのがこのリチウムイオンの役割ですので、 ASR の膨張抑制剤、 ASR の補修材料としてリチウムイオンが役に立つということでございます。この2つのですね、役割が亜硝酸リチウムの技術の核となりますので、もう少しだけ詳しく見てみます。亜硝酸リチウムの中の亜硝酸イオン、これは鉄筋の防制剤でございました。もともと鉄筋というのは不動体被膜という酸化被膜で錆から守られているのですけれども、そこに高い塩化物イオンが存在したり、もしくは中性化によってコンクリートのpHが下がった時に不動体被膜が破壊されます。そこから鉄筋の腐食反応が起こるというわけでございます。この不動体被膜さえ破壊されなければ鉄筋は腐食しなかったのにということですね。で、この不動体被膜が破壊された箇所、ここに何らかの方法で外部から NO2-、この亜硝酸イオンを供給することができれば、そこで破壊されていた不動体被膜が再生修復されるというメカニズムが発揮されるわけです。この亜硝酸イオンがいれば以後の鉄筋の腐食は抑制されるという研究は非常に古くからなされていたわけですけれども、実際に錆びた鉄筋にその構造物の外側からどのような方法で亜硝酸イオンを届ければよいのかという、その方法論がなかなか難しかったということでございます。今からご紹介する亜硝酸リチウムを使った補修工法は、コンクリート構造物の外側からどうやって鉄筋の位置に亜硝酸イオンを届けようとしているのかという視点で見ていただければよろしいかと思います。もう一つリチウムイオンですね。これは ASR で劣化したコンクリート構造物の中のですね、骨材一粒をクローズアップしているというふうにイメージしてください。反応性骨材が使われてしまった、周りはセメントペーストです。で、このアルカリシリカゲルというのが骨材の周りに生成されてしまう、そして水を吸って吸水膨張している、この体積膨張でひび割れがたくさん入る、これが ASR の正体です。このアルカリシリカゲルの吸水膨張反応、これを止めてしまう材料としてリチウムイオンが提案されているわけです。リチウムイオンをこのアルカリシリカゲルに何らかの方法でコンクリートの外側から供給することができれば、このリチウムイオンとアルカリシリカゲルが反応してゲルの性質が変わるわけです。今まで吸水膨張反応していたものが膨張しなくなる、非膨張化されるということです。ゲルが、消えてなくなるわけではないんですけれども、それ以降の体積膨張を示さなくなるということです。それによって、リチウムが供給されたコンクリートはその時点で ASR の膨張反応が根本的に止まるということです。
このリチウムが存在することによってアルカリシリカゲルの吸水膨張反応が止まるということは分かっていたわけですけれども、じゃあ実際に ASR で劣化している構造物に外側からどうやって内部の全ての反応性骨材のアルカリシリカゲルにリチウムを届ければよいのか、その方法論がなかなか難しかったということです。これも、補修工法のコンセプトになっておりますので、このアルカリシリカゲルの吸水膨張の抑制、そして不動体被膜の再生修復、この2つをですね、どのように実現することができるかという着目点で、これからの補修方法を見ていただきたいと思います。まずはその手段ですね。1つ目の補修方法、ひび割れ注入です。コンクリート構造物にいろんな原因でひび割れが入ります。それはエポキシ樹脂を注入したり、セメントスラリーを注入したりという一般的なですね、ひび割れ注入という手法で補修がなされます。そこに亜硝酸リチウムを併用するとすればどうなるかという話です。リハビリシリンダー工法という工法になります。概要を見てみますと、こちらが概念図になります。ひび割れが入っておりますので、このひび割れを注入しようということで、このような低圧注入器、スプリング圧のですね、低圧注入器をセットします。写真でいくとこのような形ですね。ひび割れに沿って注入器をたくさんつけて、そして、注入剤を中に入れてひび割れを閉塞するということです。このリハビリシリンダー工法、基本性能は、もちろん一般的なひび割れ注入と同じように、劣化因子の遮断です。ひび割れを閉塞することによって劣化因子が入りにくくするということですね。プラスアルファは亜硝酸リチウムを使っていますので、この亜硝酸イオンによる鉄筋腐食の抑制です。例えば塩害もしくは中性化の場合見てみます。塩害で発生したひび割れの補修をしている場面だと思ってください。この塩害で発生したひび割れというのは、必ず塩化物イオンがたくさん入っていて、鉄筋1の塩化物イオンが腐食発生限界を超えて、その体積膨張、腐食生成物の体積膨張によってひび割れが入るというメカニズムになるわけですね。つまり今補修しようとしているひび割れは、その先端に必ず腐食した鉄筋がいるはずなんですね。そこに先に亜硝酸リチウムを注入して、鉄筋の周りに防生剤を送り込んだ上で、超微粒子セメント系の注入剤で蓋をするというですね、2段階の注入をすることによって、単なるひび割れの閉塞、劣化因子の遮断だけではなくて、鉄筋腐食の抑制効果を併せ持つひび割れ注入になるということです。これがリハビリシリンダー工法のコンセプトということになります。それでは次に表面眼振工法も見てみたいと思います。シラン系の撥水剤を塗る、K3塩系の回出剤を塗る、いろんなですね、工法がありますけれども、その表面眼振工法に亜硝酸リチウムを併用すればどうなるかということです。工法名でいくとプロコンガードシステム S ということになります。このプロコンガードシステム S、 2つの材料を塗り重ねるという工法になります。1層目は亜硝酸リチウム系の表面眼振剤、2層目はシラン白キサン系の表面眼振剤です。この2つの材料がそれぞれ2つの性能を役割を果たすということになります。まず1層目、亜硝酸リチウムを塗ります。それが表面から内部に向かって浸透していきます。その亜硝酸イオンが中の鉄筋まで到達すれば、そこで不動体被膜の再生、鉄筋の腐食の抑制効果が発揮されます。これが一つ目の役割。そして2層目に塗ったシラン白キサン系の眼振剤、表面側に塗ってるわけですね。このシラン白キサン系の眼振剤、これは撥水剤ですので、水を弾きます。劣化因子を中に入れないというですね、性能をこちらのシラン白キサン系の材料が担います。この2つの材料、機能を分離して2つの性能を持たせるという意味ですね。これによって単なる劣化因子の遮断という表面眼振工法にとどまらず、鉄筋腐食の抑制効果を併せ持つ表面眼振工法ということになるわけでございます。これがプロコンガードシステム S のコンセプトということになります。それでは、亜硝酸リチウムをもう少し根本的に積極的に使う工法を2つご紹介したいと思います。1つ目、内部圧入工法のリハビリカプセル工法というものでございます。このようなカプセルタイプの圧入装置を使った亜硝酸リチウムの内部圧入工法なんですけれども、概念図見ていただきたいと思います。 RC の桁、上部孔、それから RC の床板ですね、このようなイメージでございます。この中の鉄筋に亜硝酸イオンを積極的に送り込んで、そして中の鉄筋の腐食反応、これを確実に止めたいという時の工法でございます。やり方はですね、コンクリートに小径の削鋼をして、そこから亜硝酸リチウムの水溶液をコンプレッサーを使って強制的に加圧注入するという工法でございます。
索高はファイの10ミリ、そして深さは100ミリ程度でいいですね。これを50センチの間隔で、たくさん穴を開けるわけですね。そこから、カプセルタイプの圧入装置を使って亜硝酸リチウムを中に圧入するということです。どれくらいの亜硝酸リチウムを入れれば鉄筋の腐食の抑制が果たせるかというのは、もう既往の研究で、データが揃っておりますので、その量を設計して必要な量を確実に、供給することができるということでございます。これによってコンクリート中の鉄筋すべてのですね、不動体被膜を確実に、そして早急に再生することができます。この作業をした後は以後の鉄筋の腐食反応は確実に止まるということですね。これがリハビリカプセル工法という亜硝酸リチウムの圧入、主に塩害中性化対策の亜硝酸リチウムの圧入ということです。施工状況はこのような形になりますね。床板に適用する、橋脚に適用する、まあ、あらゆるですね、コンクリート構造物の塩害中性化対策に適用することができます。これがリハビリカプセル工法でした。じゃあもう一つ、内部圧入のその2ですね、ASR リチウム工法というのがございます。これは、文字通り ASR の補修に、リチウムに頑張ってもらう補修工法なんですけれども、先ほどのリハビリカプセル工法とコンセプトは同じです。コンクリートに索高をして、そこから亜硝酸リチウムを広範囲に広げる、加圧注入するということです。異なるのは亜硝酸リチウムを供給する範囲ですね。先ほどは塩害対策、中性化対策ですので、鉄筋の周りに亜硝酸イオンが存在すれば良いということになりますけれども、こちらは今度 ASR 対策です。コンクリートを形作る反応性骨材すべてにですね、アルカリシリカゲルが生成して、それが体積膨張しているわけです。ですので、こちらから亜硝酸リチウム、特にリチウムイオンを供給すべき対象はコンクリートすべて、全断面ということになります。ですので、深さが、例えば板圧が2メートルの橋台であれば、深い索高をして 1.8 メートルぐらいの深い索高をして、広範囲に亜硝酸リチウムを圧入するという作業が必要になります。ですので、索高圏も少し大きくなります。ファイの20ミリです。索高の間隔も750ミリ間隔にします。これでですね、2週間3週間程度の時間をかけてゆっくりと亜硝酸リチウムを圧入するわけですね。これで、全ての部材にリチウムイオンが供給されましたということは、全ての反応性骨材、全てのアルカリシリカゲルが非膨張化されたという状態を実現することができますので、この作業を行った以降、これは、コンクリートの膨張が根本的に止まるということでございます。このように、亜硝酸リチウムを使ったですね、補修工法、ひび割れ注入、表面眼振のような、従来からやっている補修工法、それの延長線上、グレードアップということで亜硝酸リチウムを活用する手法があります。また、後半2つご紹介したような内部圧入ですね、このように、内部圧入というこれまでになかったコンセプトで補修することによって、コンクリートの鉄筋腐食を根本的に止める、 ASR の膨張を根本的に止めるというような亜硝酸リチウムの活用方法がございます。これらをですね、構造物の劣化の程度、そして重要度、そういったものをですね、十分加味して、適切な工法を選定することによって構造物の長寿命化を図ることができるのではないかと我々は考えてございます。いろいろ、ご質問ご意見とかございましたら、ぜひ当協会まで、ご連絡いただければ幸いでございます。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。